百合ヶ丘駅は神奈川県川崎市朝奥区合急一丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O22。多摩線開業に伴い新百合ヶ丘駅が開業するまでは比較的整備された駅前広場を有するため、川崎市の拠点として小田急電鉄に急行停車の要望書が提出されたり、川崎市を縦断する。 地下鉄の駅設置が計画されたこともあった。百合き団地が近くにあることから、百合が丘となる。百合き団地という団地名の由来は、かつてこの周辺に神奈川県の県下である山百合が多かったからという。また、その他にもこの近辺の開墾にあたって128人の地主が協力し、100人が力を合わせたということとする説もある。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。線路は堀割部にある。橋上駅舎を有しており、南口側は駅舎と駅前広場が直接つながっている。建設当初は大飛線スペースも確保され、島式ホーム2面4線も可能なようにされていた。2006年2月25日よりエレベーターの使用が開始された。2012年度の投資計画で、 行き先案内表示機の設置が起とされ、2013年1月24日より稼働を開始した。2020年度の1日平均乗降人員は17,214人である。小田急電鉄の70駅の中では第46位。ここ十数年は、隣の新百合ヶ丘駅において商業施設等の出店が目立ち、 路線バスの多くも当駅から新百合ヶ丘駅発着へと移行していることから、当駅の乗降客数は新百合ヶ丘駅に奪われる形で減少を続けている。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り、小田急バスの路線は、上りと営業所により運行されている。北口側の県道3号世田谷町田線上にある、停留所である。 南口にある停留場である。3番乗り場に停車していた1 0 3 0 4系統は2013年6月2日をもって廃止された。ありがとうございます。